株式会社ママイは愛媛県及び香川県でスーパーマーケットを展開する新浜市の小売業者である CGC グループ加盟。かつては店舗面積等や出店年度に応じて複数のブランドを持っていたが2010年前後から改装や建て替え、閉店などが相次ぎ現在はフレッシュバリューに一本化されている。フレッシュバリューラビは ジョープラの1階に入っており、ラビとしては唯一の店舗でもある。2013年1月現在、エムニバリューは新居浜市内のみに店舗があった。主に愛媛県東予地区で展開しており、他にも松山市、伊予市、大須市、県外では香川県高松市にも出店している。地域密着型のスーパーマーケットで店舗のある地域の特色が濃い。また、 松山市の銀天街商店街内にある銀天街ゲット地下1階にも出店しており松山中央商店街唯一の食品スーパーとなっていたが2020年7月31日に閉店しているかつては香川県高松市日田町にも出店していたが閉店に追い込まれた近隣する丸中の影響が大きかったとされるまた 新居浜市西原の新居浜大丸の跡地に、バリュー市場新居浜店を出店していたが、2012年閉店、ブランド消滅した。近隣のイオンモール新居浜の影響が大きかったと、される。しかし2013年に、店舗ブランドを変更し、フレッシュバリュー西原店として、再出店した。一方、2012年には、フレッシュバリュー新居浜店をリフレッシュオープンさせている。 近隣には丸吉センター新浜店があり、産直市事業を開始した DCM 大輝新浜店とも激しく競合している。2009年11月現在毎週火曜日と水曜日に99円均一セールを行っていたが、2014年4月より消費税が8%に増税され95円均一の税込み102円となる。東予地区の一部ではポイントサービスを開始。 210円で1ポイント貯まり、一定のポイントを貯めれば、商品と交換できる。毎週火曜日には、ポイント3倍、毎月5日と、第3土曜日には、フレッシュバリューの日として、ポイント5倍セールなどを行っている。2014年6月28日に、フレッシュバリュー三島店を、リフレッシュオープンした。株式会社、ュシージャパン CGC グループ案内全国の、加盟企業、 四国支持シ c ジャパン、公式サイトハット ABCDEFGH、1999年版日本スーパーメーカン、株式会社商業会、1998年11月20日。後地は、ヤマトロジスティックスとなっている。ありがとうございます。